こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサです。本日は、地元民好みの、庶民的な濃厚豚骨ラーメンがいただける、博多長浜ラーメン風美原本店、をご紹介します。本店は一番人気らしいぜ。基本の豚骨ラーメンは670円。替え玉は130円です。醤油ダレが効いた、コラーゲン感のあるぽってりスープ。濃厚豚骨スープを使った味噌ラーメンや、ちゃんぽんも美味しいぜ。今回は、ちゃんぽん850円と、野菜たっぷりちゃんぽん950円をいただきました。野菜たっぷりちゃんぽんともなると、すごい山盛りだぜ。ちなみに、麺の量は同じです。炒め野菜から出る、香ばしく甘い旨味が加わった、濃厚コラーゲン豚骨スープ。醤油系のタレも効いていて、後を引き、どんどん飲んでしまいます。掘っても掘っても野菜が出てくるぜ。しかも、野菜たっぷりちゃんぽんには、ワンタン2個入り。お得感あるわね。野菜が重くて、麺を引き出すのが大変だぜ。麺を大盛りにする強者もいるそうです。紅生姜、からしたかな、ごまなどで、味変も可能。一杯でお腹いっぱいになるちゃんぽんだけど、ご飯と餃子がついたセットもあるぜ。他にも、メニューが豊富です。なので、市内中心部からは遠いけど、思い出しては、時々行ってるんだぜ。濃厚豚骨スープを吸った皮が美味しい。ワンタン麺。同じく、濃厚スープだから美味しい。ネギラーメン。北海道のラーメンとはタイプが違う。豚骨チックな味噌ラーメンもうまいぜ。もちっとした縮れ麺もいける。単品よりも、セットでいただいた方が、ボリュームもあり、お得感が増すと思います。半分焼き飯セット、ランチなら800円。おにぎりセット720円。夏季限定の冷やし中華、あっさり醤油だれ。同じく、夏季限定の中華冷麺、クリーミーなごまだれだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。